写真拡大。巨人 4-3 ソフトバンクオープン戦14日ヤフオクドーム。ソフトバンクは14日巨人とのオープン戦で3対4で惜敗した。12日からの同カード3連戦で1勝2敗と負け越した。エースの近広次第は最速157キロの強し速球とフォークの攻める投球を見せた。7回西で初安打となる丸の遊撃内野安打を許したものの、続く岡本の打席で捕手の甲斐拓也が丸の二盗を阻止。7回88球8奪三振無四球1安打無失点に抑えた。開幕へ順調な仕上がりを見せた。巨人のエース菅野と行き詰まる投手戦を演じた。チカは今日は前回よりもバランスよく投げることができた。ツーシームを多く使うこともでき、バッターの反応も確認できました。7回無失点という結果は満足していますが、開幕まで残り2週間、もっと状態が良くなるようにしっかり調整していきたいとコメントした。打線は6回無失に3塁と好機を作ったが、巨人のエース菅野を打ち崩せなかった。4点を追う8回、OP 戦不振だった松田仙広が2号ツーランを放つなど3点を奪ったが、反撃は届かなかった。フルカウント編集部。